そうですね、まあ、前半若干我慢の時間が続いて、外のシュートが入らず、バッツ選手にオフェンスリバウンド7本取られて、ただ後半、両方、選手たちが修正してくれたので、今日みたいな展開になったと思うんで、まあ、ちょっと、試合の終わり方が良くなかったので40分ナイナーズらしいバスケットができるように明日もう一回最初から認定したかけたいと思います。